ナス D の大冒険 YouTube 版。現在地球上の部族はおよそ90の国に存在し、その数5000、中でも多いと言われる地域が南米アマゾン。ここにいる部族はなんと100万人以上。そしてペルーにはおよそ33万人、60もの部族が密集している。その中で今回調査するのはテレビ初公開超異文化のシピボ族。まず向かったのはペルーの産業都市プカルパ。今日ね、朝銀行強盗だったらしい。銀行を襲われたんだってよ、今朝ここ。マジか、全員悪いやつ見えんだな。そら辺行けるよ。ここプカルパは先住民が住んでいた地域に1557年スペイン人冒険家が入り、少しずつ開拓、1887年に市として成立。19世紀に起こった天然ゴムのブームではヨーロッパに向けた輸出基地としてにぎわったが、当時の住居者はわずか3人。しかし1943年首都リマとの間に道路が開通し、製材所、製油、農場などが急速に発展。特にアマゾンの木材の集積地として大きく栄え、今ではおよそ15万人が暮らすペルーアマゾン中部の中心地。さらにアマゾンの玄関口となった。実はここプカルパより先の河川流域の町には道路がなく、この町からほとんどの物資が船で輸送されている。そして今回もこのスタッフが合流。プカルパ到着後まずはホテルへ。ジャングルで狩りするもの、町の中でも食べれるところです。ジャングル料理。これは鹿。鹿。ちょっと高いよ。すごい高い。ちょっと。すごい前。あ、遊園地だよ絶対。あ、本当遊園地だ。遊園地、遊園地。村まで行きます。尻尾族はそんなに危なくないって聞いてるんで。おお、見えてきた、見えてきた。川でけえ。うわ、お店もいっぱい増えた。人いっぱい。いろんなものが売ってるところ狭した。うわ怖い怖い。果物から服から。服かね。プカルパはジャングルフルーツの宝庫。日本人が珍しいのか試食させてくれた。メロンに来てるけどメロンじゃない。うまい。種でかい。すごい繊維質のあるねメロンですね。歯にまとわりつくメロンです。1いいね。食いっぷりが良かったからかこんなものまで食べさせてくれた。うまい。これはカカオよ。わ。種の周りを食べるのよ。おいしい。おいしいけどほとんど種ですね。うん、ビワーみたいな、うん、種がすごくてのびのびしてライチみたいな粘り系のある。種も食べれるのかな。種は食べないで。種はチョコレートの原料になるの。カカオの実だけを食べ種は取っておくという。これの中がスペイン語でカカオ、うん、種だけはすると干しちゃうの。干す後に少し焼いてコーナーにして、そしたらチョコレート作る。何本入れてる。種の出し場所が分からず口にカカオ1個分の種が。
赤いの、うん、うん、種が食べれたな、うん、美味しいけどすごく。町にはさまざまなフルーツがあるが、中でも有名なのが食べれば美しくなると言われる2つのフルーツ。1つ目はビタミン C の含有率世界一と言われるスーパーフルーツカムカム。ビタミン C はレモンの60倍。原産地プカルパでは子供の頃からこのカムカムを食べるため美人が多いと言われている。そしてもう一つが食べればバストアップすると言われているアグアヘ。女性を作るホルモンと言われているエストロゲンを含むフルーツ。そのためニューハーフが多いというが、果たして。あ、なんか売ってんの、あれなんだ、パパレリエナ、いくらかなあれ。リコ、うん、おいしい。リマリコリコリマ、すごいすりつぶしたコロッケの中にひき肉が入ってて、ピロシキってあるじゃないですか、あれのコロッケ版ですね。あ、オリーブ入ってる、めちゃくちゃうまい。街を進んでいくと、なぜか水が。うわ、よくこれ建てたな、これ家とかよ。どうやって建てたんだべ。うわ、向こうにも家いっぱいだね。木腐んねえのかな。なあ、ある時期でな、水で。うわ、船だ。おお、揺れる、ちょっと揺れる、揺れる、これ揺れる、揺れる、揺れる、揺れる。ここまでほら、バイク来て、道に船出てるんですよ。ほら、もう船出てるんですよ。道から船出てる。道なのか川なのか。バイク行ってるわ、船通ってらんの。ここはどういう場所なんですか。水がいっぱいあって、家が水の上に立ってますけど。雨季の季節だから、水位が上がってるんですよね。水位が上がるのを前提、高めに作ってるんですよ。積んでないのかな。ちょっと沈んでるような家ってもう沈んでないんですよ。こういうちょっと沈んで半分沈んでる。沈んでるじゃなくて、これ沈んでるじゃないですか、もう家。これ家じゃないんです。壁、壁。広いやつ沈んでるんですか。まあ沈んでるというか。なんか沈んでるんですかあれ。いや、あれ沈んでますって。っ沈んでないって。寒気の時に作って間違っちゃったで。エスラデフレンテケセンウナティエンダコンデツベラノ。ロスカロスパサ。エントセロケティネ。新たな部族と出会うためにここからは船で移動。水辺の上にレンガがあるよ。増水しているから増えてる。そうです、増えてます。うちは換気の季節の時はちゃんと車でもオートバイでもここまで入れるんですよ。止める道なんです。電柱立ってますもん。家立ってるわ、電柱立ってるわ。で、船いるわ、ホルヘいるわ。ホルヘ、ホルヘ。道が水かさ増して船が通ってる状態になっております。うわ、広い。うわー、なにこれ。すげー開けた。うわー、なんだこれ。ここは湖ですよね。湖でございます。ラグナ。そう、ラグナ。ジャリナコチャ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 。ジャリナコちゃん、ヤリナコちゃん、オッケー、そう、ジャリナコちゃん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 、ヤリナコちゃん、どっちもオッケーなんじゃない？ヤリナコちゃん、そうです、ジャリナコちゃん、ヤです、ヤです、ヤ、この国ジャーの発音ないですよ。だから我々が今まで登った川とかがここから登ってる川はまだアマゾン川ではない。じゃないです。ジャリ川をまっすぐ行くとマラニオン川とぶつかって。それが合体して一つ行ったらアマゾンに行く。そこからこう出発して一つに行くじゃないですか。はい、その川沿いにも部族の方いらっしゃる。そう、こういますよ。川は魚釣りだけだったから、他たちは歩いてたわ。あっち席になったり、ヨーロッパから住民が来て川の方でちょっと街を作ったりしてて、あ、川の方が船使えばもっと早く行けるとか、それ分かって少しずつ移動しましたんですね。もともとはもっとジャングルの中ですね。やっぱ眠くなってやっぱこれずっと行ったら何があるんだろうな。この先にいんのかね、先住に。ほんといろんな部族がいいんだべな、こんだけ広いってことはな。前回お世話になったアワフン族の先住民イスラエルさんから、別の部族の先住民チェロさんを紹介してもらった。彼を頼りに今回取材する部族は。
ピボ族？超異文化のシピボ族潜入1日目。船が出発してからおよそ1時間。ここで。子供がいっぱいいる。今回はシピボ族の村へ向かった。最初の村はサンフランシスコという村。前行ったアワフンと全然違うな。もうウェルカム的な感じ。この橋を渡ると村があるというが、それはカムカムだ。カムカム、これカムカム。高くなってそれから食べ頃。まだ緑なんです。おいしい。カムカム。食べれる。食べていい。食べていい。本当ですか。スープコメ。いいよ。おいしいかな。うん。おいしい。これは食べちゃダメ。一瞬美味しくて全然美味しくない。中中身ちょっと開けてみて。そうそれだけ。それ皮ちょっと苦いです。でも美味しいよこれ。美味しくないって言ったじゃないですか、さっき。ダメだってこれ。一瞬やっぱダメ。赤くなったやつの方が美味しいぞ。美味しい。これならいいよって。いただきます。食えないですよ。これならどうだ。出た。あ、もうちょっと赤いの。これならいいよって。一瞬。こっからものです。シピボ族にはかつてベーリング海を渡ったアジア人の血が流れてるんだ。だから赤ん坊のお尻にはアジア人特有の毛孤斑がある。あれなんだろう、女性が上半身裸で亀で水汲んでるのかな。顔にもなんか模様描いたの。あ、本当だ。これ何ですか、あれ。あ、モヘル、シピバタトアヘ、タトアヘ、シピバ。顔に入れずに。し、ミサブエラ、アシ、ディセヨ。今回、我々が潜入するシピボ族とはウカヤリ川中流地域に住むアマゾンの先住民。もともとは焼き畑を繰り返しながら半定住的な生活を送ってきた部族で、川沿いに住む彼らの生業は漁業。取った魚は物々交換や市場に卸し生計を立てている。しかしこの季節は特に漁獲量が激減。そのため女性が伝統品を作り家計を支える。それが泥染め。染め物の部族との異名を持つ彼女たちの作品は今やペルーを代表する織物に。手作業で描かれる幾何学模様のデザインはシピポ族の精神世界を映し出していると言われる。シピポ族の村はいくつかあるけど、ここが一番大きいんだ。泥染めは黒い泥のあるところまで行って染めるのよ。袋染めた後に木の煮汁に入れて茶色染めるんですよ。黒が泥、泥染め。そこ塗っちゃってんすよ、お母さん、全部。サインペンでやってるんでしょ、上から塗っちゃって。もったいなくない、上から塗っちゃって。もったいないわね。でも今は綺麗な刺繍物がよく売れるのよ。シピポ族を泥染めの部族って聞いてきたのに、もう刺繍の部族に変わっちゃってる。お母さん教えてあげないと。染め物の部族ですよって。この村何人ぐらい人がいるんですか。ラブワランカ。ラブワランカ。あ、そんなにいるの。ノアラハクネントマイナトマイイブボレキマママタ。おいくつなんですか。そこタハウテすごいの見つけちゃいましょう。顔をはめっぱねるみたいな。ナトリキシャマネ、ウワリキハムアウィ、ユカンとビンビニダ。お金取られちゃうかな、オーケーしていない中、お母さんは歌い出した。ナノワルマオワガ、ラロカイナイリ。声高っ。みやほわいくきさわやびしのぼみぶもれたらろいきぶわく。歌歌ってくれましたね。ママよくあらすねあよくこれみさらよこれみさよ
ですね。3曲で終わりかと思いきや、ちなみに1曲の値段は2ソル70円。なぜかちょっと多めに請求された。あ、子供も作ってる。買ってあげようかな。4ソル、120円ぐらい。ゴーゴー振ってみましょう。あの子めっちゃ入ってんないかな。アシシポニビエン。はい、何ヶ月か。セイスセイスセイスメス。村に入る時こそ少し緊張したものの、これが効いていた商業不足なのか。入ってみると手作りの観光地のような感じ。政府が村を近代化しようとして観光地にしようとしたが、ちょっと違う方向に向かっているような気がする。で、結構これは観光地になってるんですね。そうです、今はそうですね。今日は観光です。観光でございます。こういう日もあっていいですよね。毎回毎回その不足に襲われてまだ始まってないです。そう、まだ何も始まっていなかったのだ。もっと昔に近い生活を送っているシピボ族に会いたいと思い、サンフランシスコ村の先住民マルコさんから、さらに奥に住むシピボ族の先住民を紹介していただいた。サンフランシスコ村を後にし船で1時間、ここでわ、あの先何あれ、階段。あ、本当だ。うわ、じゃあ人住んでんだ。住んでる。こっちいいんだ。こっちに到着した集落には左右2カ所の入り口が。ちょっと怖いよね。大きい木を蹴る。手掘りのカヌーです。ここで U 字工事とスタッフは二手に分かれ、それぞれ別の入り口から潜入。取れ高を上げる。階段のような入り口を登り、恐る恐る村へと近づく。相手も当然こっちが怖いはずだ。ウェルトフィルメス。声が来たんで。言っちゃっていいやつなんですかね。びっくりしません。ああ、シピポ族っぽい人がいます。ほら、シピポ族だ。ちょっと怖いですけど、挨拶しましょう。なんか、ここいるんですよ。ああ、寝てんのかな。寝てんのかな。寝てる。あ、大丈夫？すいません、大丈夫？今説明してくれてる。それです。これもパサ？いいよ。すごい。オッケー、出ました。皆さんはじゃあ部族になるんですか？セーピーバ。あ、そうなんだ。セーペッタな。あ、漁師さん。うわ、ちゃんとした道になってるわ。広いなこの村。この村は一本道の両側に家が立ち並んでおり。これは本当の昔の作りです。ほら、みんなごめんさ。すごいお風呂。うわ、いいな。トイレとかあるんですか？El baño sí por allá。ないです。ほぼ全部。シンプルなんだな。だいたいもう一個ずつしかないですもん。お玉も一個、鍋も一個。どうやって家建てたんですか？大工が建てたんですか？自分で、昔のままで、火も使ってない。おお、これ飲めるんですか？せい、どう。ちゃんか。ああ、よかった。食べやすいと思う。ここの人たちは銃で取るっていうより魚なんです。今の時期です。ここに入ったらもう湖みたいになってる。だからどこつも出てこない、ね。生活を少し見てみたいので、最初に話しかけたホセさんにお願いしてみると、あっさり OK。 魚取りの漁に同行させていただいた。野生のバナナ今狙ってるよ。ヘニアで取るんだ。本当に取れるのかな。これで上から全然見えないもん。小舟ですごいちっちゃい川を入っていきます。1メートルぐらいしかない川幅。うわー、狭い。あー、ちょっと大きいとこね。あー、畑、カムカムの畑。あー、なってる。わー、フルート。雨季はこうやって水浸しになってるけど、乾季になるとここが畑になります。あー、いらっしゃいます。美味しい。あー、うん、すごい。いらっしゃいます。赤くなってる。カムカムなんだ。赤くなると種ごと食べれる。あ、いらっしゃいます。すげー、いっぱい取れた。美味しい。カムカムはいっぱい取れるけど、魚が取れないな。カムカム。弓矢ではなかなか取れないので、ここで作戦変更。バナナ餌にする。
何が釣れるんですか。サルディナ。サル？水面叩いてバナナを入れる。ガモのから木から落ちたみたいな感じで水面に。だがなかなか釣れない。すると、まあ、すごいカムカムいっぱい取れる。カムカム。カムカム。カムカム。お願いします。ここまでの成果は。カムカムがすごい。100個ぐらい食いました。思ったのと違うこれ。NHK でこんなの撮ったからいけると思ったら、カムカム取りみたいな感じで放送しちゃおうかな。男が船でカムカムを取りに行った。男が船でカムカムを取りに行くというので同行させていただいた。ダメですか。全然興味ないですね。今回我々は男が一人で男が一人で森へカムカムを取りに行って、それで同行させていただいた。ダメですか。全然興味ないですね。ね、実際船で取りに行くこともないし、カムカム取りに行ったんじゃないんですよ。男はカムカムを大量に取り戻ってきた。男の船の中にカムカムがない。ない。食べちゃった。男はカムカムを食べ、満面の笑み、たくさん取れたのだろうか。家に帰ってジュースを作るのであろうか。男は満足げである。絶対ダメです。トラップの方が確率がある。どういうふうに罠を仕掛けるか教えてくれ。またカムカムを食べるだろうか。そんなにチャンスを飲むのであれば乗船させて。そこからここまで刺し網みたいな感じだよね。男が10メートルの罠を張り、明日の朝まで待つという。明日の朝、大きなカムカムが取れているのですから。さらに作戦変更。罠を仕掛けた。今リアルに取るやつ。いや、リアルに取るやつ。何それ。リアルに。一方、U字工事は子供たちと水浴び。浅い、行けよ。あ、おめえ、無限にやりすぎ。そして、日本人が珍しいのか昼食をご馳走してくれた。サクサク骨ごといける。うまいうまい。あ、そう。うん。バナナ。一方、スタッフたちの方も普通の定食やんか、これ。うん、カムカム。まあ、めっちゃうまい。びっくりした。果汁がすごい。果汁濃い。レモンドリー。レモンドリー買ってるやつな。うん、すごいうまい。玉ねぎの鶏出汁がすごい効いてる。チャッパじゃない、チキンライスですね。あ、電気はでも電気だ。カメラシートトリスメスタヤ。今は電気ついて何か変わった。いや、いや、やってんのか。そうか、今日1日もやってるの見たことないけど。どの家でもちょっといいものを出してくれる、その気持ちが嬉しい。あ、うまい。うん、ちゃんと味付けうまい。うん、鶏の出汁がすごいね。うん、鶏の旨味がすごい出てる感じだね。うん、鶏そのものっていうか。見て見て、テレビだね。テレビ、本当だ。だいぶ昔の日本と同じね。そうですね。隣近所の家行って、うん、テレビ見てたり、うん、みんなこれ見てると街に出よう、出たいとか思うんすか。ねえ、そうなんだ。みんな見てんね。何の仕事がしたいですか。バッタンチャーム。寝ようか。寝れないけど。今日の寝床は軒先のハンモック。あまり寝つけなかったという。